おはようございます。今日は先ほど拝見いたしました花典の城について語りたいと思います。田中光俊監督、毛石だとか精霊流しだとか渋い作品を撮る人ですけれど、まあ今回も結構内容的に渋いなという、というのは時代劇ではあっても、この人が撮った今回の時代劇って、一応信長が出てくる話ではあるんですけれど、武勇伝みたいなことではなく、お城作りの大工の話なんですね。幻の城、安土城を築き上げた。映像的には、昔ながらのやり方ばっかりではない。大岩を動かそうとして、それが転がっちゃって大惨事に発展するというシーンなんていうのは、派手な CG で大岩に潰されていく人間たちを見せているわけなんですけれど、映像の手法自体にはあんまりこだわりとかないのかなと。内容的には、片木のドラマを撮っているなという印象でした。それではまたお会いしましょう。